お疲れ様です。本日ですね、中日ドラゴンズの、木下雄介投手が、ちょうど1ヶ月ぐらい前ですかね、練習中に倒れたっていうニュースも聞いて、すごいびっくりしましたし、その倒れた途中の経過も心臓の方にね行ったり、その後脳の方にも影響があるっていうあれも聞きまして、すごい、心配していましたし、どないかゆうすけ頑張ってくれっていう思いですごい思ってましたし、その間にもやっぱりね、その高校の先輩であったりいろんな人から鶴なんか連絡入ってるっていう連絡とかも来てましたし、でこうやってね動画にするのもどうなんかなって僕自身思ったんですけど、こうやってね、ゆうすけのことが、今後ね忘れられないようにというか、こういう男がおったんやぞっていうのも皆さんに分かっていただきたいなっていうのもあって、今回撮ろうかなって思いました。ほんでね、ゆうすけとは、直接高校時代、ゆうすけ高校時代っていうのは全然知らないんですけど、その僕が、プロ野球におるときに、キャンプ中やったんですかね、秋の連絡もらって、本人が、駒澤大学を中退してしましたっていう形でなんか連絡を受けたんですよ。でそれで高校の先輩やし、鶴本さんもプロ行ってるしっていう形で連絡をもらって、本人から相談を受けたんですけど、そこで、僕自身もやっぱりまだプロ野球選手にしての、プロ野球選手としての、夢を諦められへんという言葉をもらって、で、それやったら、独立リーグ挑戦っていうのはどうなんかっていう話をしたときに、やっぱ高校の後輩やし、僕も大学中退してますし、で、同じ経路で、独立リーグに、僕も徳島のインディゴソックスなんですけど、で、そこで、ね、本人もまだプロを目指したいっていうんやったら、独立リーグやったら勝負1年でもできるぞっていう話をして、本人が、ね、固い意志で、もう、ぜひ行けるなら行きたいですという答えをもらったんで、僕もインディゴソックスに声かけましたし、こういうピッチャーがおるんですけどどうですかっていう話もね、電話ですけどしましたし、それでゆうすけがテストを受けて見事インディゴソックス受かってね、ね、ゆうすけもそこで頑張ってね、独立リーグ時代に頑張ってプロ野球選手になるっていう夢を勝ち取った男やし、で、すごい親近感というか、ゆうすけに対しては一番高校の後輩やし、その経歴ですかね、がすごい僕と一緒なんですよ。高校も同じ、大学は違いますけど1年で中退で、そこで夢を諦めれずプロ野球選手になりたいっていう夢を持ってたんで、独立リーグに入って徳島インディゴソックスも一緒っていう形で、すごい親近感もあって、でプロ入ってね、支配下になった時も連絡くれましたし、すごい嬉しいし、で、なんでこんな嬉しいかって言ったら、やっぱね、そうやってプロ野球を目指したいっていう連絡を僕にくれたっていうのがすごい嬉しかって、そこでね、やっぱり諦めてたら今のゆうすけも中日ドラゴンズにはなかったやろうし、ね、すごいなんか最近ね、ゆうすけも一軍で投げれるようになってきて活躍もしだして、で、いつ話したか覚えてないんですけど、その僕自身プロで全く活躍もできませんでした、一勝もできませんでした。
だから、ゆうすけお前一生してくれっていう言葉を交わしたんですけど、それに対してゆうすけは任しといてくださいっていう言葉をくれて、すごい頑張ってくれってめちゃくちゃいつも思ってますし、テレビで見てて、ドラゴンズ戦見てて、ゆうすけ出てきたらすごい応援してしまうし、やっぱりね、高校の後輩でプロ野球になったのゆうすけしか今いないんでね、だからすごい頑張ってほしいなっていう気持ちがすごいありましたね。でね、今日こういう形になってしまって、すごい悔しいですし、悲しいですし、もうなんか言葉に表せれないですけど、うん、やっぱりね、今からのね、野球選手の人生としてね、今からが伸び盛りやったと思いますし、一番悔しいのは絶対本人やと思うんですけど、やっぱり悔しいですよね。だからこのワクチンとかね、どういう症状でね、どうなったかっていうのはまだ明らかになってませんけど、やっぱりワクチンもコロナも今1年以上経ってね、まあワクチンはまだ出て最近ですけど、コロナも1年以上経って、オリンピック今始まって、1万5000人とかっていう数字が今出てるじゃないですか、毎日。だからその数字を見て、皆さんね、どう思ってるんかなって最近すごい思いますし、やっぱこのままずっと蔓延し続けてたらね、すごいやっぱり2万人3万人ってなっていくと思いますし、ここでね、やっぱり皆さんが一人一人の行動で止めていかないと、やっぱコロナっていうのは収まらないと思いますし、オリンピックやからってね、やっぱりちょっとした配慮っていうのは大事だと思いますし、ここでね、皆さんがもう一回引き締めて、またコロナに対してやっぱり恐怖心っていうのを持ってほしいですし、最近やっぱりもう1年以上経って、すごいなんか皆さんが、全国の皆さんが簡単に考えてるような人が増えてきてると思うんで、やっぱりもう一度ね、考え直して、この先ね、やっぱ生きていかないといけないのかなってすごい思います。で、ワクチンに関して、やっぱり今世の中では打てって言われてますけど、やっぱり何も証明されてないじゃないですか、ワクチン自体も。はっきり言って、だってその、まあいらん言葉しかやっぱり耳って入ってきても残らないですし、やっぱ今まで持っている抗体を潰してコロナの抗体を作るっていうワクチンやとかいろいろ聞きますし、それってどうなんかなってすごい思いますし、抗体弱くするだけやしっていうのを聞いたりも、いろんな話が舞い込んできて、僕自身もやっぱり迷ってるんですけど、やっぱりワクチンね、打つのも自己責任で打ってほしいなってすごい思いますね。もう誰かにやれやれ言われてるから打ちますじゃなくて、やっぱり自分が強い意志を固めた時に打つっていうのがいいと思います。うん、何でもかんでもやっぱ良くないと思います。だから僕自身もまだ打つかは分からないですけど、やっぱりそのワクチンに関しても、打てへんなら打てへんで僕は全然いいと思うんで、はい、そんな何も信用のあるワクチンじゃないですし、そのワクチンをね、自分の体に打つんですから、やっぱり自分の意思で嫌やったら嫌っていう風に言っていただきたいですし、そこはね、皆さん分かっていただいて、自分の気持ちで打つなら打つ、打てへんなら打てへんっていうのをはっきり 100% の答えを出した方が、僕は自分のためにもいいと思いますし、皆さんもね、周りに流されるというか、会社に強制とかじゃなくてね、自分の意思でやっていただきたいなと思います。でですけど、まあこういう形でね、木下雄介投手が、
悔しい形になってしまいましたけど、やっぱ皆さんもね、こういう木下雄介っていうピッチャーおったぞっていうことを目に焼き付けてほしいですし、いいピッチャーやったなーってね、皆さんにね思ってもらえたピッチャーやったと思いますし、僕自身も絶対忘れないですし、またねどこかで投げてるんちゃうかなっていう気もしますし、だからもっと投げてる姿が見たかったですね。長々とね話してもあると思いますんで、今日はこういう形で、動画を撮らせてもらいましたけど、木下雄介さん、ご冥福をお祈りいたします。